おはようございます、森有です。あれ目開いてるよ。眠い、普通に眠い。今ですね、2時間睡眠でですね、これからちょっと打ち合わせに行かなきゃいけないんですけど、打ち合わせの時のメイクは私はコンタクトだけ入れてとかって前に言ったと思うんですけど、打ち合わせとちょっとちゃっかり撮影みたいな時がたまにあるので、ちゃっかりした撮影の時にも対応できるメイク、まあ、これだとちょっときついんでね、こうなんかやってもなんかもうただのちょっと変身していきたいと思います。コンタクトからつけたいと思います。はい、コンタクトつけました。もし気になる方はコメント欄にコメントください。発色がめっちゃいいコンタクトになります。ずっともう中学生の時から愛用してるコンタクトです。では化粧に行く前にこの前髪とかこの髪とかをなんとかしていきたいので着替えていきたいと思います。はい、こんな感じで今ストレートにアイロンをかけてきました。あとは本当にアイブロウして、私ここのね目のところにちょっと痛い中でポツンって物もらいではないんですけどできているので、今日はそんなにメイクをできない、メガネの跡がすごいから、まあ、コンシーラーで隠したりとかそういうカバーメイクとかをちょっとしてから出かけたいのでカバーメイクに移りたいと思います。はい、それでは始めたいと思います。もう目の部分はまつエクをしてるので、今日はやっぱりちょっとした撮影があるらしいので、全体的に BB クリームか CC クリームを塗っていきたいと思います。はい、いつもはなんかウユクリームとかを塗ったりするんですけど、今日はもう夜なのでそんなになんか白さを出さなくてもいいかなっていうのと、あとは光で照らしてもらえるのでいいかなと思います。で、私が気になってるのはやっぱ今ここなんですけど、これはコンシーラーで後で隠すんですけど、ここがとても気になるので、ここに多めにいつもこんな感じで塗っていきます。このやっぱメガネの後ね、みんなついて気になると思うんですけど、細かいこういうなんかリップブラシぐらい細かいブラシで私は、まあ、こっちもあるんですけど、こっちで私はちょっと隠してますいつも。はい、特殊メイクとかにも使っているメイクアップフォーエバーのコンシーラーで緑とこの色を混ぜて使っていきます。はい、ちょっと隠れたかな。次はですね、眉毛描いていきます。マスカラ塗っちゃうのでここの眉毛だけ描けたら描きたいなと思います。眉毛を描く時のポイントなんですけど、私は下に眉毛を足していって目と眉の幅を狭くしてます。髪がピンクなのでピンクブラウンマスカラを使ってます。今日はね、ピンク系のティントを使っていきます。ティントを塗る前に私はいつも DHC の、薬用リップを塗ってるので、これを塗って、はい、こんな感じで塗りました。で、チークはですね、クリームチークとかをよく使っているんですけれども、今日はこのキャンメイクのチークを使います。クイッて洗った時にここに点出るところにチークを塗ります。で、撮影の時って結構濃いめに入れないと光で飛んでしまうので、これちょっと濃いめに入ってるように見えるんですけど意外と濃くないです。最後は前髪を戻して私は終わりです。ということで、これはメイク終了でございます。はい、ということでお化粧終わりました。まあ今日は本当にまずここのメガネの跡をコンシーラーで消して、目は特に何もやってないです。ちょっとアイシャドウとか入れるとあれなので、よく涙袋とか聞かれるんですけど、これ結構生まれつきで、もうなんだろう、こっちも具合悪い時はねこうグンって出るんですけど、今日はなんかこっちだけ涙袋があんまりないですね。なのでこっちとこっちの左右差が結構ある時があるので、こっちだけハイライト入れたりとかする時もあるんですけど、今日はハイライトもなくて目も特に何もしてなくて、リップとチークと眉毛だけやって、あとはコンシーラーで隠す部分を隠しただけのメイクになります。はい、ということで行ってきます。
それでは無理やりでした。せーの、おつわり。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。では無理やりでございました。行ってきます。バイバイ。